2024年8月の10日、13時44分。最近、宮崎県の、日向灘と呼ばれている、地点。まあ、これの、まあ、この大淀川の少し東のところが、まあ、震源地となってますが、岸田総理や、気象庁の方たち、基本的に気象庁の人たちが発表してますので、あとはまあ内閣や国会議員の人たち、各都道府県知事、市長、全員同じ知識を持っておかなければなりません。しっかりと勉強してください。大淀川に関しては、河川が、宮崎県は結構広いです。至るところの河川から水が流れ込んできています。河川の底、各河川の撮影しに行った時に、3分の2以上、水が抜けているところは抜けています。で、それは各地点で水が抜けているのであって、下流に着く頃には、もともと総水量よりも、3分の2以上、抜けている可能性が非常に高い。で、大淀川に関して、相当な量の水が長年、にかけて、水が抜けていって、まあ、地下で空洞化が、ずっと進行していたと。それによる一斉崩落である可能性が非常に高いと。テレビの放送を見ましたけども、宮崎県のこの県庁のところに宮崎放送はあるんじゃないでしょうか。そちらの方の、揺れてるフロアを見る限りでは、ノート型のパソコンが、訂正ノート型のパソコンではなく、デスクトップ型のパソコン。まあ、こういうふうな、まあ、この小さなテレビぐらいの大きさのパソコンですね。それは一切倒れることはありませんでした。揺れ方を見る限り。忌憚のない、意見を言わせていただきます。今までの発生した地震の総集編みたいなものを作りませんでしたか？範囲が広すぎるんですよ。ここは震源地であるのであれば、大分県で外壁が剥がれて落下しているあの映像も昔流れたのを見たことあります。覚えています。鹿児島県に関しても、その震度5に関しても、どこからどこまでなのか。だから、一部混ぜ込んでいるのか、この距離はさすがにちょっと考えれないですね。これ縮尺で、これで30キロなんです。で、この距離だと、100キロほど離れています。それでまあ外壁が剥がれているとしたら、まあそれがあの今の本当のあのフェイクニュースじゃなくて本当の放送だったとするのであれば、完全にそれは老朽化した建物が原因であって、まあ一般的なあの建物に関しては、まあ多少家の中で、物が落ちたりとかあるでしょうけども、まああの建物にダメージはそう、ないはずですよ。この距離でしたら、震度4以下でしょう。鹿児島県のこの辺りで、震度5。強と表示されていたか、弱と表示されていたか。まず、マグニチュード自体が 7.2 なんですよ。で、一般人の方にこれ知識として説明しておきますけども、地下15km。まあ、1万5000メートルですね。それぐらいのところで、震度、震度じゃなくてマグニチュードの方で、8以上、まあ、8.5 以上なかったら、震度6まで到達しません。で、発生地点が、地下、50キロメートルで発生している場合、地上では、震度1、2、3、それぐらいです。あと、まあ、陸地までの距離的な問題とかもあるんですけども。ただこれ、コンピューターの発表してるところって、おおよそのところで震源地を出しているので、本当は内陸部の可能性もあります。少しずれてるという可能性もあります。河川の出口がここだったとしても、大淀川、だったとしても、これ本当に非常に大きそうな河川です。で、どこで、河川の底から水が、流れ込んでいって、空洞化が長年、何十年何百年とかけて、広がっていったかどうか、これは分からないんですよ。だからコンピューターの出てくる情報っていうのはいつも大体であって、後から本当の震度とかが出てきます。で、まあ震度6というものを見たときに、今年、
四国の愛媛県の、間ですね、この愛媛県とその下の高知県の間ぐらいのところで、震度6弱が計測されてるんですけども、一応まあ、そこの被害状況等もテレビで確認してるんですけども、まあ、家屋全壊があったかどうか、まあ人口はすごく少ないところですので、あ、ありましたね。大体これぐらいの位置ですね、発生地点が。まあ、ただし、そのコンピューターの発生地点ですので、まあ、人口密集地帯、愛媛県はこの辺りです。で、まあ、四国のこの辺りも人があんまり住んでないので、それで、被災地の人、人たちのその家屋の、半壊とかの数が少ないだけという可能性も十二分にあります。これはまあ、僕は中学生の頃の地図なんですけど、これ見ていただいたら分かる通り、JR、こうなってるんですよ。JR から離れたところって、まずあんまり人を住んでないんですよ。で、まあ、ここに線があります。まあ、これは赤線ですから、鉄道ではなさそうですね。地元の鉄道というわけでもなさそうです。ちょっと待ってください、ね。なんか今ピントがおかしくなってますので。ですので、まあ、このあたり。どれぐらい人口がいらっしゃるのか。もともと、愛媛県に関しても、高知県に関しても、徳島県に関しても、香川県に関しても、神戸市民よりも数少ないです。びっくりするぐらい、人口少ないですよ。24の県は神戸市民より、人口少ないです。で、まあ、兵庫県民でも本当の人口の方で行くと、150万人、まあ、いるかな、どうかな、ぐらいです。まあ、島根県なんか、高校、まあ、人口少ないですけども、まあ、鳥取県もそうですけども、島根県なんて、甲子園に出場してきてる高校の数が、予選で、この県大会の予選で28校ぐらいなんですよ。富山で30何校だとか、それぐらいです。だそれだけ、高校の数が、出場校の数が少ないということは、それだけ人口は少ないということなんです。驚くべきぐらいということです。なあ、まあ多少なりともそのワインとか落下したりしてその割れてる映像とかも出てますけども、ただ大分県のところに関して、あの外壁が剥がれてるあの建物に関しては、色に関しても以前放送されてた内容と同じなんですよ。で、岸田さんが、本当のことを放送すると言ってたんですけども、それ岸田さんの方でも把握できてますか？本当に今のリアルタイムの時間帯で剥がれていた外壁の建物なのかどうか。まあ似たような建物はたくさんあるので、一応それ伝えておかなかったら、テレビ局ってもともと無茶苦茶なことを平気でしてますので、まあどこからどこまで信用したらいいのかわからない。フェイクニュース、戦争のフェイクニュースも、戦争なんかしてないのに戦争のフェイクニュースを流していて。で、その実態っていうのは、まるでロシアが悪いことをしてるかのように、放送してましたけども、ロシアがオリンピックの参加に関して淡井圭介からの提案で拒否して、賛成してくれたんですよ。オリンピックの参加はしないということで、今回のオリンピック、フランスのオリンピックです。これが、世界中の人たちで、政府上層部の人たちがしなきゃならない仕事であって、できていませんでしたっていうことなんです。これは本当の答えなんですよ。だからその辺のところで、自分もその時間帯に起こされることに、について、やけになってしまっているのか、それとも、まあ、総理の方でも、まあ、岸田さんが、その、僕に謝って、ユン大統領との首脳会談で、涙流しながら、謝ってくれたっていう映像は見てるから、まあ、現状分かってますし、他にも岸田さんが、まあ、どこの誰にどういうふうな目にあったのか分からないですけども、もう、まあ、鼻気になりながら、責任だけ背負って、すごく、まあ、自分でももう行き詰まってるっていう状態のところを見たことあります。で、岸田さん自体がそのもともと広島にウクライナのゼレンスキーさんを呼んだ時に、これでも総理辞めてもいいんですよねっていう会話、私の、自宅には回ってきてます。その映像
こういうの世の中の実態で、長い間総理続けていたら次どうなるかって言ったら、パリオリンピックで巻き込まれて、自分も睡眠不足にさせられるっていうことを分かってますから、だからまあ、そういうふうな、逃げに、回ってたのかもしれませんし、それはもう外務大臣に勤めてましたから、それは無理です。オリンピックを誘致してきたのは岸田さんですし、それは先輩として安倍晋三さんがいたかもしれませんけども、オリンピックに関しては僕は安倍政権の時に反対しましたから、当初は。必要ないと。で、オリンピックは解体するべきであると。それは明言しています。まあ、それはそれで、これはこれで、まあもう今回のパリオリンピックまでということで、話、区切ってるんですけども、これ、あとは政府の方に、しっかり覚えてもらいたいんですけども、まあ気象庁の方が、あれに言われた通り解体することにしますっていうあの映像も何回か見たことあるんですよ。国土交通省の赤羽さん一体何してるんです？早く建物解体しないと。これが今この一言一言が世界に対してのすごく良いメッセージなんですよ。で、その国連の上層部でも認められている存在、淡井圭介で、一目置かれているじゃなくて、第一次世界大戦と第二次世界大戦は、世界中の行政が行ったことであって、民間人に非はないんですよ。だからそれはみんな学校で習っていることであって、例えば民間人の住宅密集地に、爆撃を行うと、それは大量虐殺者として、裁判にかけられます。軍法会議じゃないですよ。国際司法裁判所の方です。もうそこで判例下ったら逃げれないです。で、戦争に関してはもう随分前からどこの国もしていません。で、ウランとプルトニウムに関してはこれ一般人向けのようで、今話してるんですが、核兵器の数がゼロになったとき、そこの国の原発止まります。これは本当の話なんですよ。あれ何かって言ったら、ウラン鉱の量なんですよ。で、それを濃縮した時のバージョンの、保有量なのか、だから日本も、それなりの保有量は、持ってるのは持ってるんですよ。で、テレビのニュースなんですけども、いろいろと複雑なニュースが流れてますが、通過原発に関して、今一旦様子見になってるのは、能登半島の地震に関して、次また大きいものが来るのじゃないかというところを考慮して、今、2号機が稼働されてないだけであって、ただしそれももう少し未来からの時間軸からの声掛けで、原発使用をするかどうかっていうところは、しっかりと対応してもらった方がいいと思います。夏場や冬場に関してはやっぱり原発必要なんで、工場を止めてしまえば、エネルギーの消費量は、ガクンと減りますので、電気の消費量はもう今の時期、お盆の時期ですからね。だからその辺のところしっかり対応していただいて、話がだいぶずれましたけども、何回も言いますけども、国土交通省の方でしっかりと河川の底を整備してください。河川の底から水が抜けすぎてるんですよ。で、本流ばかり見るんじゃなくて、僕の河川水門開閉式ダム発電に関しての河川の撮影で、撮影している動画を常に全部見てください。で、どの地点で急に水が抜けてるのかっていうのがよくわかりますから、ある程度の一定のそれなりの量の水が晴れの日でも流れてきているのに、とある区間、たかが2、3km とかの間でですよ。その間で水の量が、流れてる水の量がガタ落ちしてるんですよ。3分の2以上なくなってるんです。だからその地点がもう絶対怪しいっていうことはわかってますから、工事、その河川の底を工事するなら、コンクリート化するなら、あ、絶対ここだなっていうことが簡単に分かりますんで、場所さえ分かってしまえば、工事する方も簡単に工事できますんで、その辺のところをしっかりと対応してください。それによって、地震に関して防災はかなりできます。その水が河川から大量に抜けていく量はちょっと尋常じゃないんですよ。これだけ特に大きな河川でしたら、まとまった雨が降った時、ある程度の水が流れますから、そこから
地面のそこから浸透していくその量、そしてまあ亀裂が入っている部分がありますから、そこからその、まあ、砂とかが流れ込んでいって、まあ、小さな石ころだと思ってください。それが、各地面の壁とかに当たって削り始める、亀裂が大きくなっていく、まあ、地震が発生した時にも亀裂が広がっていく、それでまあどん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 そこまでの空洞化が広がっていくっていうことなんですね。でまあメタンハイドレートなんですけども、今回の宮崎県の地震に関して NHK のニュースウォッチ9の放送のところで、まあ出演者の専門家の人たちがボソッと言ってくれてます。掘ってるってメタンハイドレートのことです。これはもう一般人の人たち全員知識身につけておいてください。日本中の至るところで多分メタンハイドレート掘削しています。そうじゃなかったら、僕は20歳ぐらいの頃から聞いたことあるんですよ。要するに今から26年ぐらい前です。神戸市立ホテルフルーツラパークで政府上層部の人たちと、話し合った時に、これは地震の、一つの要素として、まあ、1年間で、その当時はそこまでではなかったと思うんですけども、まあ、現在200億トン分ぐらいの空洞が、石油の採掘と、ガスの採掘と、あとは石炭の採掘と、ウラン鉱の採掘と、その他の金属の採掘で、あと、まあ、金属の採掘に関しては、もう岩石が一緒にくっついてきてますから、ベルトコンベアで流れてくる映像を見たらわかります。で、200億トン分のその空洞化っていうものは、絶対一斉崩落を引き落とすもので、引き起こすことであって、それが活断層っていう、ふうに表現されてるんですよ。南海トラフに関していずれ大きな地震が来るっていうことが言われていたのは、じゃあどこからどこまで南海トラフなのかっていう話になってくるんですけども、もう国がどこでメタンハイドレートの採掘や、石油や、ガス等の、資源を採掘してるか、これも国が早急に発表してください。で、深さが今どれぐらい掘ってるのかなど、そういったことも、しっかりと発表してください。それで見通しがつきますから。まあ、そういうことは、もうこれね、メタンハイドレートの件に関しては、僕は小学生の頃から実は本当はテレビで放送してるんですよ。まあ、本当のところ、いつから掘り始めてるのかっていうのは、僕は若い頃じゃなくて、もしかしたら、もう僕は生まれてくる前から掘ってる可能性があるんですよ。っていうのは、海底で採掘してるところって、海底基地作ってるんですよ。だ海の底にあるから、海の上に、物体が何かあるわけじゃないから、目視で確認できないんですよ。で、昔の白黒映画を見たら分かる通り、海底基地とかが出てくるんですよ。だから白黒放送なんていうものは僕は生まれてくるよりも遥か前の、頃の放送でしたから、その頃からもしかしたらもう、着手していたかもしれないということになってきます。あとは政府の方で、深さどれぐらいまで掘っているのか、これをしっかりと公表してください。それによって、防災への取り組み方が非常に効率よくなりますので、そこちょっと勇気持ってね、発表してください。もともと菅さんが総理になれたのは1998年フルーツラパークに僕に会いに来てくれた時に、僕の方があらかじめ事務所内とかで話していたことは、もう最初から議員になるんだったら日本海の方に謝りに行った方がいいと。そこは人口が少ないから追ってるんですよ。特に人口は少ないところで、メタンハイドレート等は掘ってるはずです。で、それはもし大きな地震が発生したり津波が発生した時に被害が少なくなるからなんです。で、これは日本だけじゃなくて世界中どこの国も同じ状況だと思いますよ。で、これはまあ日本海とかその人口の少ない地帯に住んでいる人たちからしたら大変悔しい思いをされるかもしれませんけども、政府としても、別にまあこれはまあ、政府をかばってるわけじゃないんですけども、そこも苦渋の決断なんですよ。じゃあ人口密集地帯でそれができるかって言ったら、地震が発生したら、とんでもない被害者が発生するわけであって、その時に救助する人たちとか、再度復興する時に大量のエネルギーが消費する。大量のエネルギーが消費するっていうことは、またたくさん掘削しなければならないっていうことであって、まだ大きな地震が発生するんですよ。だどうしても政府としても、選択肢としては、人口が少ないところで、の近海で、もしくは、一応深いところだったら、1800メートルそこで、
まあ、海底基地を作って、石油の採掘とかは昔から行われているんですよ。だからもう現実的なところで今、昔からその情報変わってませんから、もしかしたらもう今、一番深いところだったら、2000メートル超えてるところから、採掘してるかもしれませんし、僕は聞いてる話では、その、1800メートル、海抜より低いところの採掘してる地点で、もう輸送は大体広がってるから、そこから、新しく深いところに海底基地作らなくても、そこから掘り続けて、いずれ行き着く、輸送とかがあったりとか、それプラスアメリカのシェールオイルとかを、掘削するときの水によって、すごい水によって圧力をかけて、内部で、いろいろな岩石などを、粉砕して、オイルを、要するに油を取り出すっていう方法ですね。そういったものも、まあ、日本も今はもう取り入れてると思います。だいぶ昔からある技術ですので、もうそういう技術に関しては、僕は働いていた1998年フルーツラパークの頃からそういう技術は聞いていましたので、昔からあるものなんですよ。で、その水の圧力の正体っていうのは、その単純にもしかしたら別に水圧器とかを使って行ってるんじゃなくて、海底1800メートルだったら、そこに水を流し込んでしまえば水圧だけで1800メートルの底だったらとんでもない水圧がかかるんですよ。例えば潜水艦で、爆縮と呼ばれる現象があるんですけども、あんまり深いところまで潜水艦が潜ってしまうと水圧がすごいんですよ。例えば何千トンというような水圧とかが、かかってくる。そしたら潜水艦がどうなるかって言ったら、ボコボコボコってこうへっこんでいくんですね。で、中にいる乗組員の方たちはもうお亡くなりになります。もうその状況から逃げ出すことができなくなりますので。まあもう潜水艦っていうものはもともと、まあその潜水艦の強度にもよるんですけども、あんまり深いところを潜ってはならないということになっています。ですので、まあ今回は政府の皆さんと、まあ一般人の皆様、向けての、まあ現在テレビで放送されている宮崎県とか鹿児島県の、地震に関してなんですけども、岸田さんは今から本当の情報を流すとかいうことを小声でちょっとだけ音声出てたんですけども、僕へ向けてのメッセージだとは思うんですけども、それも昔の映像の可能性あるんですよ。で、ジョー・バイデンさんっていう人はクリントン・イーストウッドっていう、アメリカの役者さんだった可能性があるんですよ。まあ僕らの年代ぐらいでしたら、まあ本当に僕よりももうちょっと年上の方たちだったら、そういえば聞いたことあるって、クリントン・イーストウッドっていう人、アメリカの役者で、まあ当時それなりに、売れていた、映画、まあ今から見たら、ちょっとそんなシーン見てられないよっていうようなシーンとかあるんですけども、まあ保安官みたいな立場で、悪党を、もう本当に銃で、もう撃っていくと。まあそういうふうな、映画なんですけども、名前見てもらったら分かる通り、クリントン家なんですよ。ビル・クリントンさんとか、なんとかクリントンさんとか、いろんな政治家の方たちいらっしゃって、政府上層部、アメリカの政府上層部に民主党としていらっしゃいましたけども、まあ、その家系の人が、名前を変えて、ジョー・バイデンという名前で、クリントン・イーストウッドさんが、ジョー・バイデンを演じていた可能性があるんですよ。顔見たらもう腕二つなんですよ。だまあその辺のところも、まあ僕のホームページから、ウィキペディアで、クリントン・イーストウッドさんの、その、ウィキペディア、アクセスできるようにしておこうかなと思っています。それ見たら、まあ今でもご自分で、インターネットですから、簡単にクリントン・イーストウッドっていう名前を、アメリカの、その、役者もしくは俳優っていう形で入力してもらったら出てくると思いますんで、顔見てもらったらびっくりしますよ。ジョー・バイデンさんと顔、ウリ二つなんですよ。で、多分もうジョー・バイデンさんはクリントン家の人だと思います。だからもう、アメリカも民主主義の制度の国なんですけども、結局のところは家系で引き継がれていってしまうんですよ。責任問題等もありまして。だからこれがこの世の中の現実であって、その辺のところ込みで、皆さん、
嘘をね、テレビの嘘をどれだけ見破れるかっていうところ、考慮してください。で、ただし、その、公務員として本当に法律上は、議員は絶対使ったらダメなんですよ。で、まあ、その、淡井圭介の件で、なぜこういう人物が誕生したのか、国連上層部にも世界中の政府上層部にも話が通って、その、ロシアに関してもオリンピックの参加を辞退してくれたりしたのか、それは民間人の方が上だっていうことになってるんですよ。この条件を受け入れる人じゃなかったら国連の理事になっちゃダメなんですよ。国連憲章で各国から5名までしか代表者になれません。で、特にそのトップの人は絶対そのことを、理解してる人しかなっちゃダメなんですよ。これは1999年フルーツラーパークでそれは確定事項として認められました。で、これはもともと何かっていうと学校教育で習ってるんですよ。第一次世界大戦も第二次世界大戦も行政がしている民間人はその戦争に付き合わされた。これは答えなんですよ。だから、その後、空襲に関しても民間人の居住区とかを絶対爆撃しちゃダメですよっていうことになってるんですよ。まあ、ちょっと話が多岐にわたりましたけども、まあ、気象庁の方もそうですけども、国土交通大臣の方たちもそうですし、消火済み化石という形で、能登半島に、様々な方が、政府上層部、各省庁の、トップクラスの方たちが、まあ、2番手3番、トップといった、まあ、大臣になってしまいますけども、その2番手3番手ぐらいの、本当に政府上層部の人たちが集まって、現場で消火済み化石を作って、地震の復興に対応されていると思いますけども、そこでも、河川の底に関しての、そのコンクリート化、もう、能登半島の被災地への撮影行きましたから、まあ、水町止まりですけども、七尾市とかは行けませんでしたけど、バスが出てないんですよ。もうあんなにめちゃくちゃになっていたら、もう一般人に来られたら困るから、そうしてるんですけども、石川県のその金沢市とか、あの辺りの人たち、暇そうにしてますよ。僕は行った時祭りしてましたから。もうそんなに暇なんだったら、さっさと河川の底に降りて、河川の底コンクリート化しなさいって、もう、グランド鳴らすトンボとかでできますから、簡単に誰でもできます。それぐらい、すぐ終わる仕事なんでね、人数つけたら、重機とか使わなくても。もうそれぐらいあっさりしましょう。その辺のところは、OK っていう、返答返ってきてるんで、多分してくれると思います。それだけ地震での発生数かなり減らせるはずなんですよ。七尾市に関しては、その、メタンハイドレートをもしかしたら掘ってるかもしれませんし、石油かもしれません。それプラス、やっぱり河川の底から抜けている水の量、それもかなり厄介なんですよ。阪神・淡路大震災はむしろそちらの方が大きな要因なんですよ。港が